どうもインジです。じゃあ続きやっていきたいと思います。あれすいません、ちょっとマイクが大丈夫かな。よし、俺お家帰ってきてやることがない。ガチャリ、いや寝るか。まだ出られないんだよな外、確か。うん、休もう。陽介くん、誰か。オープニングもね、さすがに助けよう、そっとしとこうじゃなかった。いや助かったわ、ありがとな。そうだ、転校生だ確か。そうです、俺花村陽介、よろしくな。どうしよっか、自転車は大丈夫。懐かしいな、怪我はない。まあこれかな。平気平気、いいやつや。なあ昨日の事件知ってんだろ、女子アナがアンテナにってやつ。うん、あれなんかの見せしめとかかな。事故なわけないよなあんなの。確実におかしいからね。わざわざ屋根の上にぶら下げるとかまともじゃないよな。つか殺してる時点でまともじゃないか。ふむ、やっべ遅刻、後ろ乗ってっか、ちょっとギコギコ言ってるけど。ギコギコ。モロキン、マジでこいつ。この曲もいいよな、てか全部いいんだよな、ペルソナは。おお、あ、そっか、そういうのもあるよな。パラメーターまだ出ないんだっけ。どうよ、この街、もう慣れた？どうだろう、これどっち、まあどっちでもいいんだけどな。まあこれかな。へえ早いな、ここって都会に比べりゃ何もないけどさ、逆に何もないがあるっての。なんだっけこれ、これなんか俺前実況やった時も何もないがあるって何だったっけな、四つ葉とだったっけ。空気とか結構うまいし、あと食い物とか。ああ、ここの名物知ってるか。むビフテキだぜ、すごいっしょ、やぼったい響き。ビフテキいいじゃないか。俺安いとこ知ってんだけど言っとく、おごるぜ、今朝助けてもらったお礼に。いいやつや。あ、里中さん、私にはお詫びとかそういうのないわけ。あ、清流伝説。ね、飯の話になると来るなお前。清流伝説、やっぱあのね、足立由美がね昔やってたドラマを思い出すね。ゆきこもどう？一緒におごってもらおう。いいよ、太っちゃうし、それにうちの手伝いあるから。あ、細いですけどね。天城ってもうおかみ修行とかやってんの？そんな修行なんて、忙しい時ちょっと手伝ってるだけ。あ、旅館がお家だとやっぱ大変だろうね。それじゃあ私行くね。あ、お団子の子だ。仕方ないか。じゃあ私たちも行こう。あのお団子の子が好きなんですよ僕は。え、マジ二人分おごる流れ。いやいや、里中さんにねおごれるんだったら本望ですよ。安い店ってここかよ。ここビフテキなんかないじゃんよ。
お前にもおごんならあっちのステーキハウスは無理だっつの。ああ、だからって自分ち連れてくることないでしょうが。別に俺んちってわけじゃねえって。ああ、お前にはまだ行ってなかったよな。俺も都会から引っ越してきたんだよ。半年ぐらい前、親父が新しくできたここの店長になることになってさ。で、家族で来たってわけ。ああ。じゃあこれ、歓迎の印ってことで。里中のもおごりだぞ。ええやつや。あ、知ってる。わーい。なんかハンバーガー食いたくなってきたな。最近マック行ってねえんだよな。ここってさ、できてまだ半年くらいだけど行かなくなったよね、地元の商店街とか。ああ、店とかどんどん潰れちゃった。ああ、別にここのせいだけってことないだろ。あ、小西先輩じゃん。お、出ましたね。悪い、ちょっと。さて、どっちにしようかな。ひゃっはー。そうならいいんだけどね。小西咲先輩、家は商店街の酒屋さん。うん。けど、ここでバイトしてんだっけ。お疲れっす。なんか、元気ない？今やっと休憩。お疲れっす。花ちゃんは友達連れて自分家の売り上げに貢献してるとか。むかつくな。つか本当に元気なさそうだけど何かあった。別にちょっと疲れてるだけ。ねえ、みおき、お年頃よ。何かあったら何でも言ってよ。俺大丈夫だって。ありがとね。ういはあ、あもうなんで昨日早退なんてしたんだろう。うあの子もしかして最近入ったっていう転校生。小西先輩ですわ。君が転校生。あ、私のことは聞いてる。都会っ子同士はやっぱり気が合う。むむ、花ちゃんが男友達連れてるなんて珍しいよね。別にそんなことないよ。こいつ友達少ないからさ、仲良くしてやってね。なんかでもね、すごいなんか多そうな感じには見えっけどね。でも花ちゃんおせっかいでいいやつだけど、うざかったらうざいって言いなね。これ一番、いや俺はあれだから、俺は花村くん大好きだから。わかってるって。冗談だよ。うん、先輩変な心配しないでよ。さーて、こっちはもう休憩終わり。やれやれっと。それじゃね。お疲れっす。なあ先輩。人のことうざいだろうとかって小西先輩の方がおせっかいじゃんな。あの人弟いるもんだから、俺のことも割とそんな扱いっていうか。弟扱い不満ってこと。わかった、やっぱそういうことね。地元の老舗酒屋の娘とデパート店長の息子、燃え上がる禁断の恋。設定がなんか昼ドラっぽい。アホか、そんなんじゃねえよ。そうだ、悩める花村にいいこと教えてあげる。真夜中テレビって知ってる？お、本題来ましたね。雨の夜の午前0時に消えてるテレビを一人で見るんだって。で、画面に映る自分の顔を見つめてると別の人間がそこに映ってるってやつ。なんかでも、こういうなんか怪談って結構あるよね。ヌーベイにあった気がする。それ運命の相手なんだってよ。うん、なんだそりゃ。何言い出すかと思えば、お前よくそんな幼稚なネタでいちいち盛り上がれんな。よ、
幼稚って言った？信じてないんでしょ。信じるわけねえだろが。だったらさ、ちょうど今晩雨だし、みんなでやってみようよ。おう、やってみようって、おめえ自分も見たことねえのかよ。久しぶりにアホくさい話を聞いたぞ。それより昨日のあれってやっぱり殺人なのかね。実はその辺に犯人とかいたりしてな。そういうの面白がんなっての。幼稚はどっちだよ。とにかく今晩ちゃんと試してみてよね。わかりました。いやいや、ナナコちゃん、大丈夫やで。うん。ああ。あ、帰ってきた。親父殿。やれやれ。お疲れ様です。ただいま。何か変わりなかったか。ない。帰ってくるの遅い。いやー、あれだね、女の子は男親にあんま懐かないっていうイメージなんだけどね。本当に仲良しだよね。悪い悪い、仕事が忙しいんだよ。テレビニュースにしてくれ。次は霧に煙る町で起きたあの事件の続報です。おう、稲葉市でアナウンサーの山野真由美さんが民家の屋根で変死体となって見つかった事件。山野さんは生前歌手の柊木美鈴さんの夫で議員秘書の生為太郎氏と愛人関係にあったことが分かっています。うん、まあな。警察では背後関係をさらに調べるとともに関係者への事情聴取を進める方針です。番組では遺体発見者となった地元の学生に独自にインタビューを行いました。第一発見者のインタビューだ。どこから掴んでんだ、まったく。最初に見た時どう思いました？死んでるって分かった？顔は見た？あ、どこがだいぶ最近見たような。霧の日に殺人なんてなんだか怖いよね。殺人なんですか？最近この辺りで不審な人とか見たりしなかった？いや、私は何も。なんかあれだね、なんか AV のあれみたいな。いや、なんでもないっす。早退した帰りに見つけたってことだけど、早退は何か用事で？せやな。地元の商店街の近くで起きた悲惨な事件。商店街関係者の多くは客足がさらに遠のくのではと懸念しています。ああ。お前らが騒ぐから余計に客足が遠のくんだろう。間違いないな。まったく奇怪な事件ですね。民家のアンテナに引っ掛けて逆さに吊るすってんだから、何かの見せしめか犯人からのアピールといったところでしょうな。うん、犯行声明などは出ていないようですが。いたずら電話なら殺到してるかな。ああ、お疲れや。そもそも死因は不明のままだし、容疑者の一人も見つかってないわけでしょ。事件か事故かもわからないなんて、たく警察は血清で何遊んでるんだか。うぜ、寝ちった。お疲れっす。では一旦 CM です。あ、神曲の予感。来たー。ジェネスは毎日がお客様感謝デー。来て、見て、触れてください。Every day, young life, Juness。素晴らしい。Every day, young life, Juness。可愛すぎる。ねえ、お父さん、今度みんなでジェネス行きたい。行こう行こう。あ。ダメ？ああ、もう。お疲れですね。親父殿、
せやな。え、こや。なんかありますかね。パッカ。入っていない。まだ出られねえから、とりあえずまあ一回セーブします。こまめなセーブが、あれですね。はえー、もう1時間やってんのか。まだ、あれですね。お、そうそうそう。肝心な。いきますか。あ、これはあれじゃないか。てて大丈夫？あ、奈々子ちゃん、すいません。おやすみなさい。おやすみ。ごめんね、大きな音、大きな音立てて感じた。いやにゅるーんって。ちえちゃん、おはようございます。やっべ、嬉しすぎる。おお、ちえちゃんらしい。おお、見ましたよ。うん、あいあい傘じゃん。お？え、いいじゃん。競争？なんだこのスポコンアニメみたいな。こっち。かわいい。行こう。結婚してください。出た。お久しぶりです。祖父江先生だったっけこれ。結局本当すげえよね、この人。カーメン。そっか、こんなんあったな。
誕生した。1年の前年、紀元前だよね。え？紀元前1年、これじゃない？あーよかった。うん、あー、おーよかった。2周目はね、この知識とかのねステータスが継続されるんでね。逆さにぶら下がってたって何なの？やばくない？お、処刑とかそういうアピール？怖すぎ。怖いっすわ。死体見つけたの3年の小西って人らしいよ、先輩が言ってて。ああ、よう、あのさ、あ、陽介くんおはよう。いや、その大したことじゃないんだけど。焦ってますね。実は俺昨日テレビで、あ、やっぱその今度でいいや。およ、言えよ。花村、噂聞いた？事件の第一発見者って小西先輩らしいって。だから元気なかったのかな、今日学校来てないっぽいし。ああ、あれ、ゆき子、今日も家の手伝い？今ちょっと大変だからごめんね。忙しそうやね。なんか天城、今日特別テンション低くね？忙しそうだよね最近。ところでさ、昨日の夜見た？見ましたぜ。トゥナイト2だろ。え？いや、まあそのお前はどうだったんだよ。トゥナイト2とか今の世代の人知らねえだろうな。見た、見えたんだって、女の子。けど運命の人が女ってどういうことよ。来ましたわ、きっとそれユキコやで。誰かまでは分かんなかったけど、明らかに女の子でさ、髪がねふわっとしてて肩ぐらいで、うちの制服で。それもしかしたら俺が見たのと同じかも。俺にはもっとぼんやりとしか見えなかったけど。おお。え？じゃあ花村も結局見えたの？しかも同じ子？運命の相手が同じってこと？三角関係すげえな。知るかよ。ははで、お前は見た？ああ、お前が見たのも同じ人っぽいな。しかし妙な声ってのはともかく、テレビに吸い込まれたってのはお前寝ぼけてたって思われるだろうな。動揺しすぎ？じゃなきゃ寝落ちだな。けど夢にしても面白い話だねそれ。テレビが小さいから入れないってとことか変にリアルでさ。リアルやな。もし大きかったら。なんかドラえもんとかそんなんなかったっけ？ないか。そういえばうちテレビ大きいの買おうかって話してんだ。大きいのか。へえ、今買い替えすげえ多いからな。なんなら帰りに見てっか？うちの店品揃え強化月間だし。おお。見てく見てく、親家電疎いし、早く大画面でカンフー映画見たい。ああ、大画面のアクション映画は確かに熱いね。そう、はい。ちなみに今私はアクオスの32型でプレイをしております。なんかね、40も欲しかったんだけど、あんまでかすぎてもなっていう、なんか32がね、なんかちょうどいいっていうか、お、いい感じででかいなみたいな、だいぶでかいのまであるぜ。お前が楽に入れそうなのとかな。ちょ、すが、いいね。てかなんか、なんでな、なんかグラがなんかすごい綺麗になってる気がするんだよな。これはゴールデンだからなのかな、それともあれかな、 HDMI にして、いや見てるからなのかな、もしかしたらどっちもなのかな。
まあ、ブラウン管でずっとやってたからな、プレステ2のやつは。うん。でかっ、しかも高っ、こんなの誰が買うの？これ50型とかか。さあ、金持ちなんじゃん。けど、うちでテレビ買うお客とか少なくてさ、この辺店員も置かれてないんだよね。せやな。てかあれか、これはなんて言えばいいんだろうね、なんか何十万とかするよね、こんぐらいのデカさだと。ふーん、やる気ない売り場だね。ずっと見てられるのは嬉しいけど。やっぱ入れるわけないよな。せやな。寝落ち確定だね。いや、確かめるところあたりがまたあれだね、かわいいね。だいたい入るったって今のテレビ薄型だから裏に突き抜けちまうだろう。てか何の話してんだっつの。で里中、お前んちどんなテレビ買うわけ？とりあえず安いやつって言ってた。おすすめある？こちらなどいかがでしょうか、お客様。この春発売されたばかりの最新型で。おお、20とかなのかな、やっぱ。ちょ、全然安くないじゃん。ゼロ1個多いだろって。てか、まずお前の安いがどんくらいか聞かないと。4桁ぐらい。花村のコネで安くしてよ。そんならここで買うからさ。そういうのは無理だって。じゃあこっちとかどうだ。展示品でちょっと古いけど、これなら。おう。にょわ。そういやさ、お前んちのテレビって。あ、なに、どうしたの花村。あいつの腕刺さってない。まあそうなりますわな。あれ、最新型？新機能とか、どんな機能？3D なんちゃらっていう。ねえよ！嘘！マジで刺さってんの？はあ。マジだ。本当に刺さってる？すげえよ、どんなイリュージョンだよ！で、どうなってんだ？種は？もう少し、すごいな。恐怖がないな。バカ、よさって何してんだお前。すげえ。これなんかもう、これをなんかびっくり人間みたいなのでなんか送ったらなんか相当注目されるだろうね。びっくり人間っていうのともまた違うか。中って何？空間って何？おほ。広いって何？っていうか何？ノリいいなこいつら。やっべえ、びっくりしすぎて漏れそう。は？漏れる？息どきなくて我慢してたってか。あ、ダメだ、漏れ。客。え、ちょっとここに半分テレビに刺さった人いいんですけど。どうしよう。あ、ちょっと待っ。おほ。こんなんだったね。懐かしいな。